こりちゃんです。けんちゃんです。りーちゃんです。ピクちゃんです。僕たちの遊び場。さあ、ゆうたろうさん、はい、ドラマいかがでしたか？ありがとうございます。婚活専門の句ゲスト出演させていただいて、まあ、とりちゃんね、ちょっとタイミングがあったら見てほしいんだけど、まあ、相当クズな彼氏役をや彼氏か、一晩だけのみたいな、まあ、都合のいい、で、ちょっとこう、ゆうたろうらしかならぬ発言をしてるんですけど、多分意味分かってないで使ってるよ。ちょっとセリフだけ、ちょっと一個だけ、はい、なしでもいい？ほんと多分意味分からず使ってるんですけど、まあ、その大人からするとちょいびっくりする、まあ、ちょっとドキドキするやつ。ゆうたろう、なしでもいい？でも新鮮じゃないですか。あ、僕にもこういう役が来るんだと思って。あ、確かにな。だから、意味分かってなかった。あれじゃあ、もしかしたら遊びを見てるからじゃん、そのキャスティングの人は。あの人はクズ、あ、クズ役合うなあるかもしれない。あるの口悪くないよね。口悪くない、いいやつなんだけど、でももし遊びを見てたんだったら、まずこっちにキャスティングがいってから多分見てないと思う。あ、なしで見ろよ。まあでも新しい役でね、面白い、ね、すごい、なんかドラマ自体も結構人気がある。まあ、どうしても共演できて、あ、そうなん、はい、今回は、はい、保護者会の皆様からやってほしいという言葉があった、はい、にゃーにゃーゲーム。にゃーにゃーゲーム、ついに保護者会も行かれちまったか。簡単に説明すると、テーマカードでテーマを決めて、その出題者の人が思いついた言葉を猫の言葉にゃーにゃーだけで伝えるってことですね、うん、だからスイーツだったらパンナコッタって言ってたら、ニャー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 で自分の表現方法、だからジェスチャーゲームのボイスでやるバージョン、まあ、そうだね、語呂感だけで当てる。で、他の3人が正解したらニャーニャーポイントが1ポイント入りますと。で、5分間やって誰が一番このニャーニャーポイントが高いかっていう。ニャー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 、これ何ですか？お前、何を言う、何のワード、何のテーマ、テーマ言わんと思う。それぐらいさんは絶対わかります。ニャー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 、あ、惜しい。ウルトラマン、ニャー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 、4文字熟語っぽいの。でも笑わせんな。あ、じゃあ下かも。下だな、下手だ、まあ、勝手にうちの舞台のやつ下村さんで。じゃあトリッピックだ。ニャーニャーニャー、勝ったらなんかあんの？ある。あ、何？それは内緒だけど、まだないご褒美あるって。勝ったつわ。まず1つ目のテーマ、ネバネバしたもの、はい、うわー、ネバネバしたもの、はい。じゃあ、出題者は僕の猫耳帽子をかぶっていただきます。かわいい。だからお前持ってたん。よーい、グリフィンドールとかの帽子みたいなこと。違います、日焼け帽子じゃないです。よーい、うん、スタート。にゃにゃ、納豆。はい、俺の勝ち、はい、俺の勝ち、早い方がいいのか、はい、俺の勝ち、絶対、だってもう俺山張ってたし。え、それはありなの？絶対そうだと思ったもん。え、聞かなあかん、そんな聞いたよ、聞いた上で、あれと一緒だよ、オールスター感謝祭のワーク。はい、次。これ言ったもん勝ちですか？はい、すべすべしたもの、はい、あ、ちょっと頭でかいからダメだ。頭でかくねえだろ、どう考えたって。どうぞ。早くやれよ。すべすべしたもの、にゃー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 。うわ、長あ、なんとかな、なんとかじゃん、もう正解。え、にゃー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 、すべすべ、美女のほっぺ。赤ちゃんのベビーパウダーかけた後、にゃーにゃーにゃー、あ、ごめん、1個足りなかった。にゃー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 、にゃにゃ、取り出した心臓。あ、でもそんな感じ、そんな感じ、そんな感じ。あ、赤ちゃんの、違う、あ、違う、生まれたての赤ちゃん、違う、取り出した、違う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 、化粧した肌、ち、あ、近くなってきてる、化粧水、違う、あ、あ、舞台化粧のパウダー。あ、違う、もしそっちじゃない、でもその前、その前の段階よ。下地をした、あ、違う、そのもっと前、スチームを、あー、ちょっと違った、化粧水を塗った肌、違う、もう顔から離れて、にゃ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 、サウナ終わりの、違う。お前、にゃにゃ、お前、ええ加減してくれよ。洗顔。違う、違う、違う、違う。目の前の初期の 2.5 次元あるあるとか思い出したし。ちゃんとオーバーに言って。にゃ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 、すべすべしたものでしょ。うん。ものでしょ、うん。もの、そう、そう。まあ、もの。二個目で。え、じゃあ簡単。一発目すごいさ、さ、めっちゃ分かるじゃん。じゃあ、分かった、分かった、分かった。すべすべしたもの。俺やったら、あの、桃とかな。にゃにゃとか、すべすべだから、すべすべにゃにゃ、するもするにゃにゃでいいの、にゃにゃで。じゃあ、ちょ、お題チェンジ。はい、パス、うん、パスにしたから。次、力士の名前。パスだからこいつ。まあ、これはね、当たり前やな。はい、力士の名前。あ、言うとろ。はい、力士の名前。元元元でお願いします。ごめん、ちょっと元か元か分かんないけど、でも、力士や。力士ね。せーの、にゃ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 。朝青龍。正解。うわぁ、下手だ。もっと下手じゃん。なんかもっとニュアンスをさ、はい、でも、ニャ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 とかじゃん、ニャ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 とか言ってる。そう、そうや。完全そう、そう、お前、お前だ。
いや、うまいな。にゃにゃにゃ。どういうことだよ。にゃにゃにゃ。わかったわかったわかった。ごめんごめん。そういうことか。懐かしいの出そうとして。無人島に持っていきたいもの。オッケーオッケー。にゃにゃにゃ。ナイフ。違います。え、にゃにゃにゃやろ。はい。はい。正解。え、じゃあね、はい。え、俺、え、はい、なかったっすよね、最初の納豆。なんて言った？ライター。ライター。にゃにゃにゃ。にゃにゃ。旅行先の名前、かっこ国内。国内。はい。にゃんにゃんにゃん北海道ちょ、早すぎ絶対言うと思ったもん山張ったよえ、じゃあ俺外していくわさーから始まるものえものね、ものでお願いします、うん、さから始まるにゃにゃにゃ魚はい、サウナ桜にゃにゃににゃにゃにささみあ、すごいすごいじゃあ、ちょ、今お手つき、今ルール違反でしょ、今だって母音あったもん旅行先の名前さっき言ったかな海外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 今行きたいとこねじゃあニョ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 フランスあ違うベトナム違うベネチア違うニューヨーク違うイタリア違うニョ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 アメリカもっとブラジル世界おおなんで一番遠いじゃんじゃあ僕旅行に持っていくものお前また持っていくもん多いのニャン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 はい携帯電話違うもう僕が絶対にもうこれがないと無理でもみんなはあんまない化粧ポーチ違うでも僕がいつも旅行行ったら持っていくものみんなに渡すはいはいニャン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 よしよしよしよかったよかったはいくんくんあ5分終わったラスト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 有名人じゃあ待ってラスト何ポイント5ポイント5ポイント OK 有名人の名前かっこ男性 OKOKOK はいいきますじゃ俺無理やん勝手に気づいたでもこれで一人一回にしよう あ、でもむずいのでいいですかこれで当たっちゃう有名人そこは無理やろみたいななしで誰もが知ってるでいいっすね有名人有名人うわむずい有名人かにゃ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 あーちょもう一回くださいにゃ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 なんかちっちゃいツーとかつきそうだよねこんな感じ外国人かとジャンルだけもらってからどこで活躍してる方ですか日本の人ですけど世界に行ったことがあります行ったことがあるちょっともう俺これしか出てこない挑戦というかいいですよいいですか、はい、中山筋肉世界なんでやねんにゃ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 なんでやねんコミだそうやにゃ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 ということで鳥越さん優勝めっちゃ嬉しいわこれ気持ちいいねすごいこれ気持ちいい分かってなかった僕デビッド・ベッカムとかそっちとかあサッカー選手とか俺インリン・オブン・ジョイント長い長い長いなんでそこでインリンそれに聞こえたらもう、はい、な筋肉しか出てこないダンタタンだったからちっちゃいツグ入んのかな中山筋肉ですっていうそのテンションだそうですは言わなかったその名前お願いしますまた正解にゃ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 どうむずいね中山筋肉出てこないねいやすごいいやなんかそれと思ったらもうそれしか浮かばんわじゃあ優勝のはいイクミさんからあ味選べるらしいですバニラかほうじ茶ミックスいいんすかいちごのパフェもありますか練乳一番高いあじゃあそれいちご練乳パフェレストランじゃねえよここ別に下部ならこっちでやってるからって感想エキシビジョンラスト1個イクミの方当てたいイクミむずいね、ま、俺簡単っすよコンビニで売ってるもの。うわあ、いいや。商品名、ジャンル。商品名にしよう。商品名。商品名。コンビニで売ってるもの。いきますよ。にゃ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 。もうわかりました。え？イロハス。あ、わかった。本当当てるよ。一緒によ。せーの。ファミチキ。え、なんで？すごいな。それはだってファミリーマート限定やん。はい。なんでそんな文句言うの？コンビニ全部で考えるじゃん。俺発売と。それ知らんねんうまいかもしれないですねやっぱ表現が確かにちゃんと思い浮かべて言ってるからかな確かにな僕マジで一個も来ない今やのになあのね兄弟のメンマって何と思ってあの鼻出てたからと思った全然ピンとこないアンネとヒョンネめっちゃおもろいということでありがとうございました